マーカス・リンベッツは、アメリカ合衆国テネシー州ブレントウッド出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。おじに、元メジャーリーガーのテイリー・シャンパートがいる。2011年の MLB ドラフト5巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、8月15日に契約。この年は、ルーキー級。 ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスで1試合に出場した。2012年は A-9、ローウェル・スピナーズでプレーし、71試合に出場して、打率、267、31打点、20盗塁を記録した。2013年はまず A 級、グリーンビルドライブでプレーし、76試合に出場して打率、296、8本塁打、26打点、 18盗塁を記録した。7月に A 級セーラムレッドソックスへ昇格。51試合に出場して打率。341、7本塁打、39打点、20盗塁を記録した。2014年は A 級ポートランドシードックスで開幕を迎え、54試合に出場。打率、355、6本塁打、34打点、22盗塁という、 成績を残した。6月にトリプル A 級ポータケットレッドソックスへ昇格。23試合に出場して打率322日本塁が14打点7盗塁とトリプル A 級でも結果を残し6月28日にレッドソックスとメジャー契約を結んだ。翌29日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー番右翼手で先発起用され 4回表の2打席目にチェイス、ウィットリーからメジャー初安打となる中前打を放った。この日は3打数1安打1死球だった。7月2日のシカゴカブス戦ではカルロスビアヌエバから MLB 初本塁打を記録した。以後は中堅守や右翼守、二塁守で起用され52試合の出場で打率。291、5本塁打、18打点、7盗塁、 出塁率368を記録した。2015年は中堅種のレギュラーに定着し初めて規定打席に到達した。前年を大きく上回る145試合に出場し、打率291、18本塁打、77打点、21盗塁、出塁率341を記録した。守備面ではザープラス0.7。 DRS プラス11を記録した。2016年は、ジャッキー・ブラッドリー・ジュニアが中堅種のレギュラーに固定されたため、このシーズンからは右翼種へ完全コンバートされた。4月11日のボルチモア・オリオールズ戦でザック・ブリットンから本塁打を記録し、この本塁打がブリットンのシーズン唯一の非本塁打となった。5月31日のオリオールズ戦では、 自身初の1試合3本塁打を放ち、うち2本は、初回の先頭打者本塁打と2回に放ったものだった。翌日の同カードでも2試合連続で初回と2回に、本塁打を放ち、初回と2回にそれぞれ本塁打を2試合続けて放った、史上初の MLB 選手となった。以降も好調を維持しファン投票では、外野手、部門3位となり、オールスターゲームに初選出された。 オールスターゲームでは初打席でジョニー・クレットからアンダーを記録した。後半戦は8月14日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でも1試合3本塁打を放ち、史上21人目となるシーズン2度目の1試合3本塁打を記録した。最終的には158試合に出場して打率318、31本塁打、113打点、26盗塁、 出塁率363を記録し、自身初となる3割30本100打点を達成した。前述の打率と214安打122得点は、アメリカンリーグ2位を2塁打では、同3位、打点では、同4位、359塁打は、同トップを記録し、飛躍の都市となった。守備面でも共にリーグトップとなるザープラス21.1。 DRS プラス30を記録し、オフには自身初となるシルバースラッガー賞とゴールドグラブ賞を受賞した。2017年はマイク・トラウトの代役として2年連続2度目のオールスターゲーム選出を果たした。7月2日のトロントブルージェイズ戦では一番打者としては MLB 記録となる1試合8打点を記録し、2003年のロニー・ベリアード以来、 14年ぶりの記録となった。このシーズンは153試合に出場し、打率264、24本塁が102打点、26、盗塁、出塁率344を記録した。打撃では前年から数字を落とすものの2年連続で100打点を達成し、守備面では2位以降を大きく突き放すリーグトップのザープラス21点を DRS プラス30を記録し、2年連続となるゴールドグラブ賞を受賞した。2018年は前半戦から打率、359を記録するなど、非常に好調で、オールスターゲームのファン投票では、マイクトラウトやアーロン・ジャッジらを抑えて、外野手、部門1位となり、3年連続3度目の選出を果たした。後半戦の故障もあってか出場試合数は、 前年より減少したが、136試合に出場し、打率346、32本類が80打点、30盗塁、リーグ2となる出塁率438を記録し、自身初となる首位打者のタイトルを獲得した。その他にも30本類が30盗塁、トリプルスリーを達成し、129得点と長打率。 640は、共にリーグトップを記録した。畜産連覇及び5年ぶり9度目となる、ワールドシリーズ優勝に貢献した。オフには、MVP 投票資格を持つ30人中28人から1位秒を獲得し、自身初となる MVP を獲得した。守備面でも共に3年連続となる、リーグトップのザープラス15.3、DRS プラス17を記録した。さらに、 自身2度目となるシルバーアスラッガー賞、3年連続となるゴールドグラブ賞をはじめ数多くの表彰を獲得した。2019年6月16日2019年はシーズン開幕前に監督のアレックス・コーラがベッツをこのシーズンから2番打者として起用する方針を示したが、わずか2ヶ月後の6月初旬には従来通りの1番打者に戻された。また、 オールスターゲームに4年連続で選出された。7月26日のヤンキース戦では、ジェームズ・パクストンから1試合3本塁打を記録した。最終的に150試合に出場して打率、295、29本塁打、80打点、16盗塁、出塁率、391を記録し、135得点は2年連続となるリーグトップを記録した。 守備面でも四年連続で共にリーグトップとなるザープラス十二点九 DRS プラス十六を記録し、二年連続三度目となるシルバースラッガー賞と四年連続でゴールドグラブ賞を受賞した。二千二十年一月十日に年俸調停の権利を持つ選手の単年契約では、最高額となる二千七百万ドルで契約公開し、二千十九年にノーランアレなどが、 コロラドロッキーズと結んだ2600万ドルを超えて史上最高額となった。先月にレッドソックスと契約公開したばかりだったが、2月10日にアレックス・ベルドゥゴ、ジーター・ダウンズ、コナー・ウォントのトレードでデビッド・プライスと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。契約公開をした後のトレードだったこともあり、2020年の年俸である2700万ドルはドジャース側が 全額負担することとなった。7月22日には、ドジャースと12年総額3億6500万ドルで契約を延長したことが発表された。マイク・トラウトが2019年3月に結んだ12年、総額4億3200万ドルに次ぐ大型契約だが、現在の契約と合わせると13年総額3億9200万ドルとなり、トラウトを上回る。 MLB 最長契約となった。契約金として総額6500万ドルが含まれ、平均年俸は3024万ドルとなった。シーズンでは8月27日のサンフランシスコジャイアンツとのダブルヘッダー第一戦目でアンドリュー・スアレスから通算1000アンダーを達成した。このシーズンは試合数の減少もあり、全六十試合中十五試合に出場し、打率。 292、ナショナルリーグ3位となる16本類が、39、打点、10等類、出塁率、366を記録し、地区8連覇の原動力となった。守備でも5年連続で共にリーグトップのザープラス6.0、DRS プラス11を記録した。同年のポーストシーズンでは、ワイルドカードシリーズより、不動の1番ライトで起用されると、 アトランタブレーブスとの対戦となったリーグチャンピオンシップシリーズでは1勝3敗と後のない状況で迎えた第5戦以降、旅重なる攻守でチームを救った。第5戦では2点ビハインドの3回裏、1アウトに3塁の場面でダンスビースワンソンの放ったライト前に落ちようかという打球を候補。さらにタッチアップを試みた3塁走者のマーセル・オズナが ベッツの補給よりも早く離類していたため、ダブルプレー成立となり、その後のチームの逆転を呼び込んだ。第6戦では、3点リードの5回裏、2アウト1塁の場面で、マーセルオズナのフェンス際への大飛球をジャンピングキャッチ。抜ければ間違いなく1点という状況で、ブレーブスの反撃の目を積んだ。さらに最終第7戦では、1点ビハインドの5回、表。 フレディ・フリーマンのフェンスオーバーかと思われた打球を補給。追加点を阻止すると、その後ドジャースは、エンリケ・ヘルナンデスとコディ・ベリンジャーがそれぞれ本塁打を記録し、ワールドシリーズ進出を果たした。ベッツ個人としては、レッドソックスの一員として、くしくもドジャースを破って、ワールドシリーズ優勝を果たした2018年以来2年ぶりのワールドシリーズ出場となった。 タンパベレーズとの対戦となったワールドシリーズ第一戦ではワールドシリーズ史上初となる1試合に投類に得点1本塁打を記録したその後ドジャースが3勝2敗と優勝に王手をかけて迎えた第6戦では2から1と1点リードの8回裏にピート・フェアバンクスから貴重な追加点となる左中間へのソロ本塁打を記録したこの試合はそのままドジャースが逃げ切り 自身に度目となるワールドシリーズ優勝を果たした。2021年7月4日に選手間投票で控え野手として通算五度目となるオールスターゲームに選出されたが辞退している。7月25日に右股関節の炎症のため10日間の故障者リスト入りし、8月1日に復帰したが8月11日に再び10日間の故障者リスト入りした。高校2年時までは プロボーラーになることを夢見ていた。野球選手としてプロ入り後も趣味でボーリングを続けており、2015年オフからはネバダ州リノで開催されているプロボーリング PBA の国際イベントワールドシリーズオブボーリングに出場しており、2017年の予選ではパーフェクトゲームの300点を達成して話題となった。プロ野球選手を引退した後はプロボーラーになると語っている。 英国王室ヘンリー王子姫ンとは、桃園関係にある。スタッドキャスト計測による、スプリント最高速度は2015年から継続して、リーグ全体の75%アイル前後の数字だが、2015年から2018年度まで4年連続で、20盗塁以上を記録しており、キャリア通算での盗塁成功率83.4%は2019年シーズン終了時点で、 歴代18位である。守備でも好成績を残しており、右翼手としては5年連続で、ザー、DRS どもにリーグトップを記録しており、ゴールドグラブ賞も4年連続で受賞している。また、右翼手のレギュラー定着以降の5年間でザープラス75.1、DRS プラス105を記録している。ありがとうございます。